降りの方はお知らせください。はい、平田住宅前、ありがとうございました。平田住宅前です。はい。お忘れ物のないようにお待ちください。
負けを回ってるわけ。そうなんですね。ぐるーっとあの薩摩半島一周に。はい。あれ昨日はあのずっとあの山川からあのねじめの方まで。あ、ねじめに渡ったわけ。そうなんですね。山はファンレジへ渡って、でそこからねじめのあの先のあの大隅半島のあの一番佐多岬までバスで行って、はいはい、で戻ってきて市内で泊まって、あ、市内で泊まった。そしてまたまあこっち来たわけ。そうですね。ほんで今日はあのこのバス一回もまだ乗ったことなかったんで、このバス、ね、乗ってみようかなと。移住前じゃないそうです。ちっちゃい頃あの汽車で一回乗ったんですけど、汽車で、何も記憶が残っとらんので。58年に廃止だったもんね。そうです。その前にあの親父に連れられて一回来たんです。そうね、なんか小さい頃だね。何冊線に乗ったことあるわけ。一回あります。あれ、親父があの俺と同じように鉄道マニアになれと、うん、いうことでね。マニアとお父さんが。そうですね。あっちの大隅の方は高速も走ってないでしょ。もう、もう何も普通のも狭い道だけです。いつ来られたわ。これがあの金曜からですね。来る時は何でした。来る時はあの船で。サンフラワー。そうです、そうです。南港から今混ざってるの。あれ南港から。そうです。もう渋々止まりだもんな。そうですね。昔はもう人工湾も入ってきて、鹿児島島で入ってきたんだ。うん、一応あの渋々からあのバスで連絡で、ね、うん、あ、そうか、バスの連絡があるんだ、うん、そうあるね、鹿児島までね。からあのずっとあのバスと汽車に乗るのがあの好きなんで、あ、こっから今日はもう移住院に一回戻って、あ、ほんであのちょっと飯食うて市内回って、ほんで明日あの今度は飛行機で帰ります。おいたら入館2番、うん、そうですね、金土、うん、鹿児島は久しぶり。だいぶもう3年か4年ぐらい。ああ来たわけ、うん、大阪としたいなかった、うん、まあ前は一回あの汽車で来て飯食うて戻っただけですからね。あ、そうなの。ずっとあの汽車で。そう、汽車で。乗り継ぎで来るわ、うん、もうずっとその時はもう熊本から鈍行で鹿児島まで来て、はいはいはい、乗り継いで枕崎まで。あ、ちょうどあの時はあの
指宿の方にあの新しい特急ができとったんでね、玉手箱で、ね、そう玉手箱で、ね、それに乗りに来たんですよ。もう4年前かな。ああ、それぐらいのあるやろね、うん、あれちょっと人気は出てるよね。うん、ずいぶん席取れんらしいですね、うん、あ、でも中身はただのローカル線の車両やのに。中身は本当のローカル線を改造して煙が出るだけ。走ってるやつがある。あれもありますね。肥薩線もあの特急と、うん、あともう一本観光列車が出てるよね。あの矢竹とかのぐるーっと回る方が、あれももうツアーのお客さんでいっぱいでね。大阪はあの東淀川区ってあの市内です、はいはい、ちょっと新幹線の新大阪とかに近い方です、ね、東淀川だよね、うん、こっち側だよね。そうです、池田より池田、うん、ちょっと池田とか豊中とかの方。今ですよ、関空から鹿児島があるでしょ。あ、ありますね、あれってさ、うん、着いたらなんか JR か汽車が走ってるわけ。ちょっと行かないかもんだから結婚式で、うん、あれ関空じゃったらあの向こう着く方はもう電車がもう目の前にポーンと止まっとるんで、関空は、ええ、ああ痛みだ、いつも痛みを利用しとったもんだから、うん、初めて関空だから。やったらもう痛みよりかは随分便利です、ね、便利なの。汽車がおるの。おー、ちゃんと目の前に汽車おります。あ、そうなの。それと市内に入っていくわけ。もう全部行きます。あ、南空か沖かに出とるんだ、うん、もう大体もう30分か出とるの。結婚式場市内どこです。ナンバ大阪ナンバ、うん、あ、ナンバじゃったらもう JR も何回も両方来とるんでね。あ、両方来とる、うん、何回も来とる。もうほんまに考えんでぐらいもうポン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 。あ、そうだ、全然大阪知らんもんだから。あとはもう普通の快速で行くか、はい、ちょっと500円ぐらい足して特急で行くかだけの違いでね。あ、そうなんだ。宮原営業しようって。あ、そうなんですか。JR の運転やった。運転しようって。サンダーバードの。あれは、えらい近所な。えらい近所すぎる。では、東淀川湾、うん。そうです、そうです。同じ区内で。同じ区内。えらい。出て回って出て。そうなの。またえらい奇遇な。あそこにずっとって、うん、そうか、サンダバーやっとったんですか。あ、うん、今度は新幹線がな、石川に行くけんな、はい、関東のから。そうなの。話してみたらあれだね。わからんもんよ。私が教えたの空港用を使ってたよね。痛み、うん、今と今
まだもな、バスも出てないから、伊丹はこれ利用するんだけど、観光が始めただと思うんだから、ちょっと聞いたわけ。環状線があるけど楽よ。もう伊丹の方はもうちょっと遅いモノレールだけで、もうホタルが行けしかないもん。バスも、高速バスも出てるでしょ。もうないよ。ないの、うん、もう2、3年前になくなったみたいよ。高速バスね。うん。さっきあの、上をローカルにあのモノレールは通ってるよ。モノレールは通ってる。あ、上見え、通るもん。ホタルが行けな。あ、ホタルが行けちゃう。不便になったで、うん、なんでそんなバスは通せるのっけ。まあ、ここはか乗客が少なってな、あの神戸に飛行場ができたでしょ、うん、あれで、あの影響やろ、うん、で、あんな空港線なんかもう時間が信用できるわけがない。ああ、そうか。いや、梅田のね、丸ビルのところからね、うん、乗ったことがあるもん。はいはいはい。あっちの方は結構乗車が多かったよ。うん、今ないのっけ、それ。もうない。はぁ、あ、不便になったよ、それだけ。ほんとね。もう痛み、えらく不便になったよ。前は川西まで消えたけどな。でも、鹿児島線は痛みが多いんちゃう。うん、そうそう。観光は乗客はな。うん、観光は少ないのでしょ。うん。不便やもん。はい、どうも。お疲れさん。はい、ありがとう。はい、じゃあ、気づけてどうぞ。ないのけ。そうです。もう、ずいぶん。本当？これはあるかと思う。昔は、あの、伊丹梅田とか、伊丹天王寺とかいっぱいやったんですけど、もう。こうやってな、モノレールと、なんか、あとはまあ地元のバスがちょっとあるぐらいで、ね。そうね。今それらしきもんが、うん、こっちだったよ、もう忘れた俺も。あら、あ、上津の駅言ったら昔駅じゃ、駅だよね、うん、ここは、ここが駅かな、ここ鉄橋があるからね、なんかそれっぽいやつじゃん。あ、今橋が見えた。見えた。
院があった。はいはい。うちの子、どこ保育園がどこが駅だろうな。あそこ。そう。朝あまんな、元気やった。元気だったよ。次が一ノ瀬。次が一ノ瀬です。お降りの方はお知らせください。お年寄り、体を不自由な方は席を譲りましょう。あそこ腹。昔からあったっけ。昔からやったな、小さいおじいちゃんのとこ。いや、この場所やったっけ。ここじゃなせんかったら知らん。で駅前やけん、あんな立派な倉庫がポツンと、はい、水槽と違った、あれ私、水をためてたじゃん。一瞬ぐらいになったな、あの、蒸気の時の、うん、違ったかな。ここに、ここがもう面影がないの、ね、昔の駅はないよ。ちっちゃい頃来たがですよ。大阪からで、でも元々はあの四国長です。お年寄り、体の不自由な方には席を譲りましょう。
線路っぽい曲がり方しよる。
乗車ありがとうございます。次は武田神社前。次は武田神社前です。お客様にお願いします。両替や IC カードの積み増しは進行中は危険ですのでバスの停車中にお願いします。ちょこちょこ降り降りますね。
い、加瀬田。ありがとうございました。加瀬田です。はい。こ時間があるかちょっと見てみましょう。はいはい、ちょっと行ってきます。2、3分。はいはいはい。はい。はい、どうも。どうもありがとう。はい。ご注意ください。次は校長前。次は校長前です。応援の方はお知らせください。だからお客さんもいないですよ。平日はもうちょっと。平日はね、うん、もうちょっと病院帰りの、はい、朝晩は学生がおると、うん。もう大阪としたらもう全然。ああでも元々はあの四国の方なんで、四国の方ももう学生の頃ある四国、そうなんです。ああ高校の途中であの関西に引っ越してきたんです。ああそうなん、四国も大阪としたらちょっと田舎かな。もうずいぶん田舎です、ね。ずいぶん田舎。鹿児島これぐらいあるの。いやもう比べ物にならんぐらい田舎です、ね。そうですか。あのうちとこはもう小学校打ったところはもうついにバスがあの週2本になってしまったんで、今月木で、そうなの。何県かな。高知県です。高知県、一応高知生まれで高松で育って、そこから関西に出たんで。高松で育った。次は保健所前です。高松は何県にある？高松は香川県です。小豆島やな。そうです、もう遠足みんな小豆島。もう他に選択肢が何もないぐらい。小豆島もあの年に1回もこれからも紅葉の時だけ大都会になるんで、ああそうかな、うん、もうあそこの寒霞渓いうところがもう全国から、そうなの、今からだね。そうですね。次は真野寺、ここに撤去する。おー足元は違う。あ、もう全部？もう全部取ってしまったね。あら。なんじゃ今はもう治水に邪魔や言うて。車が通るところが線路道だったから。おお。なんや今は治水の邪魔や言うて撤去も早いですね。早い早い。こっちの方で、こっちは早く廃止したから、うん、
知らんまでのやつをね。こっちも跡がちゃんと残っとるんですね。綺麗に残っとる。小学1年の時に廃止になったかな、チラン線は。じゃあもう、こっちはもう、南下線はもう58年だったからね、昭和37年の頃かな、廃止になったのが、チラン線は。でも他の電車と比べても随分早うに。でもうちの田舎もあの私鉄があの1個廃止になったんですけど、あの国鉄 の, あの線が予定があるからいうので、なくなるときはちょっと補助金もらえたらしいんですけど、どうかな、歩けるだけかな、よそに歩いてる。
次が田口ふもと。次が田口ふもとです。降りの方はお知らせください。でもあちこちあのバスで行きよったら、一番びっくりしたのは横の川から通り過ぎよう思ったらバサッとおさんが出てきて、待てーって言って、あバス乗っとって、でも川でちょっと潜っとった時にたまたまバスが来て、あらあらどこで？あれどこやったかな、あれ岐阜のだいぶ奥の方で、田舎だね。ほんでも出てくるの忘れても夢中でやっとって、ああそういうことね。2分待つから体拭いて乗ってくれよ田舎はそうできるからよ。結局もう運転手さんも後からその後説教で、ああもう今日はいい、もう今日はいいけどパンツ一丁でバスに乗るもんじゃない言うて、車両変更中は危険ですからお席をお出しにならないよう願います。大阪じゃ考えられない。北海道なんか行ったら何もないとこで泊まったと思ったらバス停が吹っ飛んでどっか行っとったり。おお、そうか、バス停がなくてね、吹っ飛んどるわね。そうだ、あでも上側だけ吹っ飛んだんやったらともかく、うん、下は下までね、うん、風が相当強いんだよ。普通に旗立ててもその旗が破れて飛ぶぐらいですからね今日は鹿児島止まるから。そうです、市内でね。次が大野、次が大野で、ここまで。そうです。まあその前にちょっと市内のバスの面白そうなところをちょっと乗って、ね。はいはいはい。はい、早い、そんな明日は時間はあるわけ。明日は午後までは。ああある。だから十分あるんで、市内止まって。あでもバス好きの間では鹿児島の市内のバスは坂をよう登るから言うので、うん、好きな人は好きみたいで。だよね。しらす台地の上によう作ったないうぐらいの住宅がいっぱい、ね、団地だからな全部しらすだよ。日置市が、あれしてる、ちょっとでも住民が増えるために市がやる
個もようやるもんですね。高知の方なんかも住んでくれるんなら家付き一軒ポンとプレゼントで。どこでも一緒やない中になったら。ほんで子供が生まれたら住民税しばらく半額。ああ。なるほど。書体は持ってるんですか。え、一応。それでお一人できたわけ。もう子供もおらんし、はい、あっちも趣味が違っても趣味の人間なんでね。あ、子供さんがいないから、うん、バラバラで、ね、バラバラでいいことだね。お降りの方はお知らせください。嫁はあの音楽の方の追っかけで、ね、あの今のミスターチルドレンとかそういうののツアーも全国を。お、あ、そうね。大阪から仙台のライブに行ったり、おうおうおう、札幌のライブに行ったり。いいかね、自分の好きなことができる。まあそもそも向こうの方が忙しい職業じゃから家にもなんですからね。お、仕事がね。台風来よるんはまだもうちょっと先ですもんね。台風が来よるんはもうまだ来週ですもんね。多分来そうなの。こっち回ってくるかな、沖縄、うん、もうちょっと先だかもね。もうちょっと、もう沖縄行ってピュッとどっか行ってしまうかね。すごい上がるからね、あの辺からこっちに、うん、この前のやつ強かったもん、久しぶりに家が揺れたですよ。親父に聞いたら、あの高知の台風 もう全国ですごい怖いけど、鹿児島とかこっちの台風に比べたらもう大したもんじゃないよね。そうかも。玄関だもんね、鹿児島。一番勢いの強い時来るから。久しぶりに私の瓦にも飛んでしまって。あら。直撃やったもんな。あの時あのずっとあの茨城で通って仕事しておって、うん、
城。そう、あやこ帰れんなるとこでしたね。茨城だったらもう町あの水戸とか通ったのけ台風が。いや、あの通らんかったですけど、その後の温帯低気圧の雨で、ね、あれでも全部洪水になってしまったね。茨城が大変だったもんね。あの時のちょうどあの前日まで、ね、おろおろ。でも帰る時も雨がひどかったね。あの常磐道を50キロ徐行とかいう時に、ね、帰ってきたら、ね、あれひどかったよね。おかげであのうちが納品したあの銅管やアルミ缶が何も使わんままもう水でベッタベタになってしまってね。銅管、そうですね。あの辺の果物とかそれのあの継ぎ手とかで商売しようと思うんでね。ほほほほ、ああそういうやつね、うん、もう結局ボランティアじゃと思って一回もうメーカーに返して、うん、全部掃除してまた新品で送る言うてね。伊沢湖の駅でロータリーになって車両変更中は、前列からお席をお立ちにならないよう願います。はい、図書館だからね。小学校の頃の先生があれ、鹿児島は図書館の文化が盛んやからどこも立派じゃ言うてね、なんか見とったような図書館が、うん、みたいですけど、もうじゃちょうど汽車が登りそうなぐらいの、そうか、これで今草むらの中に車止めがポツンとあった、ありました、ありました。駅になっとったから、あ、そうなんですか。ロープウェイも通っとったな、ね。
あっちまではな、薩摩湖の駅だったな。あの笛まであったんじゃったな。ご乗車ありがとうございます。次は吹上浜、次は吹上浜です。車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。お客様のご理解とご協力をお願いします。全国見とったらたまーにあの好きな人があの駅のあったところの土地を買い取って、ね、民家にして住めるところがあるらしいです。たまに好きな人はどうするかからね、うん、民家にしてね。この辺はちゃんと残っとるんですね。この下を取る、はい、ここに、おあ、ここの下、あるあるあるね。あったでしょ。
次は下北沢です。降りの際はバスが止まってから席をお立ちください。ここは綺麗に残っとる。線路がないだけ。石で作ってる。次は小園。次は小園です。車内事故防止のためバスが止まってから席をお立ちください。町が日置市に変わってから綺麗に残ってますね。うん、そうか、日置市になったと思う。歩道にしたから、遊歩道に。ご注意ください。
商前、次は吉田市農協前です。大井の線はバスが止まってから席をお出しください。次は、予期せぬ
次は日置テラスタです。お降りの際はお忘れ物のないようにお確かめください。
次は上日置です。大井の際はバスが止まってから席をお立ちください。
石垣病院前です。車内事故防止のためバスが止まってから席をお立ちください。はい、偉人です。ありがとうございました。伊集院です。はい、はい、どうぞ。はい、いや、すみません、お世話になりました。どうも、どうも、はい。